ゲームプレイは、プレイヤーが、ゲーム、特に、コンピュータゲームと、相互作用する、具体的な方法のことである。ゲームプレイは、ゲームルール、プレイヤーとゲーム間のつながり、試練、その克服、プロット、プレイヤーとのつながりを通して定義されるパターンである。コンピュータゲームのゲームプレイは、グラフィックやオーディオ要素とは異なる。パズルゲーム、 エッジの初期版のゲームプレイ1980年代にコンピュータゲーム開発と共に生まれたゲームプレイという用語はコンピュータゲームの文脈でのみ使用されていたが現在では他のより伝統的なゲーム形態の記述にも使用されるようになっている一般的にゲームプレイとはグラフィックやサウンドなどの要素を除いたコンピュータゲームをプレイする総合的な経験と考えられている 一方、ゲームメカニクスとは、楽しいゲーム体験を生み出すためのゲーム内のルールを指す。学術的な議論では、校舎の用語はあまりにも漠然としているため、ゲームプレイを避けて、ゲームメカニクスのような用語が好まれる傾向がある。ゲームプレイには3つの要素がある。ゲーム内で、プレイヤーができることを定義する、操作ルール、ゲームのゴールを定義する、ゴールルール、 そしてゲームのチューニングや変更方法を定義するメタルールである。コンピュータゲームではゲームプレイはいくつかのタイプに分けることができる。例えば、協力プレイは2人以上のプレイヤーがチームを組んでプレイする。他の例としてはリズムゲームや一人称視点のシューティングゲームなどでプレイヤーの反応時間や精度をテストするツイッチゲームプレイがある。 様々なゲームプレイのタイプをいかに示す。ゲームプレイという用語は定義するのが非常に曖昧な場合があるため、作成者によって定義が異なる。例えば、プレイアビリティとはゲームのプレイのしやすさ、またはゲームがプレイできる量や時間のことでゲームプレイの質を測る一般的な尺度である。プレイアビリティの評価方法はゲームの設計を改善することを目的としているのに、 対し、プレイヤー体験の評価方法はゲーム性を改善することを目的としている。これは、ロールプレイングゲームや対戦型格闘ゲームなどのマルチキャラクターゲームにおけるキャラクターの操作能力やリアルタイムストラテジーゲームにおける派閥と混同されてはならない。プレイアビリティとは、プレイヤーが一人で、または仲間と一緒にプレイした場合に信頼感や満足感があり、 楽しさや娯楽を提供することを主な目的とした特定のゲームシステムを使用したプレイヤー体験を記述する一連の性質と定義されている。プレイアビリティはコンピュータゲームのプレイヤー体験を図るための様々な属性と性質によって特徴づけられる。プレイアビリティ分析はコンピュータゲームの基本設計の様々な部分を分析する様々な視点による 非常に複雑なプロセスである。それぞれの面は、コンピュータゲームの基本設計の様々な要素により、影響を受けるプレイアビリティのいろいろな属性と特性を識別することを可能にする。プレイアビリティの面は、以下の通りである。最後に、コンピュータゲームのグローバルなプレイアビリティは、異なるプレイアビリティ面における各属性値から推定される。プレイヤーが、 コンピュータゲームをプレイする際に最高のプレイヤー体系を保証するために様々な面のプレイアビリティを向上させることは非常に重要である。ありがとうございます。